はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日は、趣向をちょっと変えまして、植物関係のことね、いつも発信させていただいていますけれども、秋の寄せ植えというものを作っていきたいと思います。で、秋になるとね、なんか結構ご依頼いただいたり、季節の変わり目になると、その季節、次の季節の、花苗を使ってね、寄せ植えを作ってほしいっていうお声がたまにあって、そういう感じでね、作ることはあるんですけれども、今回は完全に自分用です自分用に作ってみたいなって思って、いつもだいたいお客様のねご要望を聞いて作るんですけれども、今回は本当に自分でちょっと一回やってみたかった組み合わせっていうか、なんかちょっとそれに挑戦したいと思います。うまくいくかわかんないけど、ちょっとご覧いただければと思いますんで、よろしくお願いします。まず、こちらが花苗と使うものですね、になるんですけれども、パッと見た感じで印象を見ていただくと、ダーク系の色が多いですよね。ちょっとね、僕今日スカーフをこのお気に入りの紫っぽいのにしましたけれども、この紫とかダーク系の色をテーマに、今回作っていきたいと思います。じゃあね、ちょっとどういった花苗を使うかってことからまず解説しながらいきますね。今回のね、使う花苗はこちらになります。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ポット、これだけ入れます。で、後ろの鉢にね、これはね、何でも買った鉢でもなくて、もううちの庭に放置されてあった鉢なんですけれども、ちょっと多少洗いましてね、苔がひどかったんで、これをなんかうまく活用できないかなと思って、この古い感じの質感にアンティークな、このアンティークなものを合わせていきたいなっていう感じがします。で、このブロンズ系のリーフですね、基本的にはこれをちょっとメインにして、秋ということで、秋いろんなイメージあると思いますけれども、今回はね、秋といえばサソリ座サソリ座といえばダークトーン、非常に深い星座ですね。サソリ座の女じゃないけど、そういう世界観もありつつ、それをその中でファンし、柔らかさも出して、動きも出して、重いサソリじゃなくて軽やかなサソリということで、テーマは、タイトルは、今ちょっと思いつく今考えるなって感じですけども、オータムスコーピオということで、サソリ座のことですね、スコーピオ。はい、そういったテーマでいきたいと思います。なんだそれって感じですけど、まず一つずつご紹介していきましょう。こちらね、これはね、チョココスと言われるやつですね。チョコレートコスモス、チョコレート色の花が綺麗ですね。このね、チョコレート色の花はね、実は香りもチョコレートの香りがしまして、カカオのすごいいいんですね。はい、これがね、まず一番高いところに来る植物ね。はい、宿根草でございますね。だから来年も庭に植えると花が咲きますよ。で、こちら次ね、パープルファウンテングラスっていうやつね。ペニセタム、パープレームっつったかな。これは、俗に言うグラス系ってやつです。雑草みたいなやつですね。ススキとか、ああいうイネ科のものです。で、これも非常にいい色だね。これね、確かね、ちょっと耐寒性がないんで、冬になると枯れちゃいますね。室内に持ち込めばいけるかもしれないですけれども、一年草扱いっていうことでね、なってます。で、高さ関係をね、こうやって作っていきたい。で、次、こちらですね。これはダリアなんですけれども、なんて名前だったかな。プチダリア、ハミングブロンズ。ということで、ブロンズ系のダリアです。可愛いですね。で、これね、一回出回ってるものを一回切り戻してあるような形で、秋にもう一回咲かせてるような花ですね。秋の花はやっぱ深い色合いになってきますね。はい。こんな感じです。とても素敵ですね。はい。次。これですね、カラーリーフということで、木なんですけれども、コプロスマという木です。これもね、低木ですね。コプロスマカールレッドということで、このブロンズ色が合うんじゃないかなと思います。で、そうか、今言っちゃおう。このブロンズ色はもちろんのこと合うんですけれども、この真ん中の黄緑色、これが、この色、黄緑色、それからこのチョコレートコスモスの黄緑色、それからあとで紹介するこちらのね、
ヘンリーズとの黄緑色、これとうまく調和するような形の色のものを選んでます。この緑の質感がちょっと変わっちゃうと全体がちぐはぐな印象になっちゃうのでね、そこをね気をつけて選んでます。はい、これもね後ろの方に配置したいと思いますよ。で次ね、これね名前は、赤羽千日紅ね、千日紅です。千日ね、紅が色が差してるから千日紅ということ。本来はね赤っぽい花なんですけど、これは赤羽なんで白い花の千日紅です。千日花が残るということで、ドライフラワーにもよく使われるんですけれどもね、はい、これはね分割できるっていうタイプらしくて、3分割とかしてちょっと散らすように使ってみようかなって思います。一箇所だとちょっと主張しすぎるような気がするんでね。はい、次です。これですね、ちょっともう処分品みたいになっちゃってたんで、あ、汚いですけれども、はい、物自体はいいですよ。アスターミステリーレディ、ミステリーレディって感じね。サソリ座っぽいですね。サソリ座の女です。はい、可愛い花ですね。これ大きくなりますよ、こんもりとね。で次ね、先ほど紹介しましたヘンリーズだ、うん、これもいいよね。このヤブガラシの雑草に似てるけどね、この赤い色ありますよね。この赤い色が他の赤系の色と調和して、ハーモニーを作ってくるってこともね期待してます。この緑だけだとやっぱりちょっと浮いちゃうかなって思うんですけど、ここに赤が差してるっていうところがポイントですね。はい、非常にいいねカラーリーフですね。庭に植えると増えすぎるけどね。はい、次、これもねカラーリーフです。リシマキアミッドナイトさん、はい、これも強いですね、非常にね。で黄色い花がね、咲くんですよ。でも、まあ、今回はね黄色い花の時期じゃないので、カラーリーフとして完全にもう使っていって、うん、全体としてトーンを揃えていきたいと思います。で最後ね、これですね、はい、アジュガブラックスカロップ、ブラックスキャロップか、うん、アジュがいろいろ種類ありますけれども、あのグラウンドカバー系のものですね、これもね。で5月になるとね、ここから青っぽい花、青紫の花が上がってくるんですけれども、非常に庭に植えてもいいね宿根草ですね。こういった形で、全体的にねブロンズトーン、ダークトーンで揃えてみました。うん、でダークトーンだけじゃちょっと花あの暗くなりすぎちゃうんで、そこに差し色ね、あの黄緑っぽい色が入ってきたらいいかなって感じで作ってます。で作ってますじゃないね選んでます。はい、それじゃあね作っていきたいと思います。でね、まず土作りをちょっとしたいと思うんですけれども、一般的にあの寄せ植えの時にこういうよくわかんない、なんか普通の園芸用土、培養土売ってるじゃないですか。これでコンテナの土とか、こういうのでいいと思うんですけれども、僕はなんかね、こだわりが妙にここにはありまして、園芸培養土だけだと、ちょっと見てもらうとわかるかな。あ、見えますかな。あのね、腐食質が多くて、すごくふかふかなんだけれども、やっぱ水はけがちょっと悪いような印象を受けるんですね。なので、僕はこれに、この園芸培養土に、赤玉土。赤玉土ね、この赤玉土の小粒を混ぜてます。適当です。園芸培養土7に対して赤玉3ぐらいの感じってかな。まあでもその時によっても適当なんで、とにかく水はけを良くしたいっていう気持ちでやってますね。はい、そういうわけです。はい、じゃあちょっと作っていきますよ。何回かに分けて作らなきゃいけないかもしれないね、これは。はい、まあ、だいたい3ぐらいの感じね。適当です。男の料理みたいな感じになってますけど、これをミックスして、ちょっと見えにくいかな、見えにくいですかね。土が回ってると気持ちいいね。あ、まんべんなくちょっと混ぜてくださいね。それでね、ちょっと赤玉土を増やしたんで、肥料分がやっぱり元
元より少なくなっちゃうんで比率が、まあ、ガンプとかなんかこういう緩効性化成肥料を、まあ、適量ねちょっと追加して混ぜておいてください。であとオルトランね、オルトラン、あの虫がもちょっとまだ発生するんで、庭の場合は僕はあんまり農薬まきたくないけど、寄せ植えの場合はどうしてもその世界観の中で完成きれいにしなきゃいけないんで、オルトランちょっと混ぜておきます。はい、でこうやって混ぜていきますよ。はい、大体混ざったんでこれで培養土は完成です。続きましてはいよいよこの鉢にね土を入れていくんですけども、結構深いんですよ。で深いんで、あ、まずね鉢底ネットを入れて、それから深いんでちょっと多めに鉢底の石を入れたいと思います。で今回はねこういうネットに入ってるものが売ってますんで、まあ、自分でねあのネット洗濯ネットみたいなのに入れてもいいと思うんですけれども、これに入れて下のところに敷き詰めたいと思います。これをやると何がいいかっていうと、また寄せ植えを植え替えるときに植え替えるときにあのこの軽、鉢底石と土が混ざらなくて、処理が楽です。作業が混ぜたのまた取ってとか言ってやってると大変なので、結構ネットに入れるのはおすすめですね。でこの状態でじゃあ土を入れていきます。でかっていきます。大体半分ぐらいとかかな。ね、半分ぐらい入れました。一番背の高いものをここはね入れてみて、ウォータースペースがそれなりにね2センチとか3センチとか、まあ、もっと大きく深くてもいいですけど、そこに来るように、大体っていうかのちょっと多かったかもしれないけど、これだけ背が高いんで少しここだけ掘って植えればいいかなと思いますので、まあ、大体これぐらい。はい、あの雨が急に降ってまいりまして、ちょっとやられてしまいましたんで、気を取り直して場所も取り直していきます。はい、じゃあね、まず大きなものからね植えていきたいと思います。こちらを正面という風に見立てます。でパープルファンテングラスですね。はい、こういった形です。でこれは鉢が大きいんで、このままね根鉢崩さなくていいかなと思うんだけど、この肩の部分だけ、肩の部分の土だけちょっと崩してあげてね、肩がどうしても張っちゃうと入らなくなっちゃうんで、はい、まあ、こんな感じにしますね。はい、次ですね、また OK だね。はい、次ね、チョコレートコスモスいきましょう。はい、こちらですね、チョコレートコスモスは高さがあるので、こちら側かな、少しちょっとこれは土を出した方がいいかもしれないですね。こういった形がいいかな。はい、こんな感じにしましょうかね。暴れる感じが素敵だと思います。で次ね、次このコプロスマ、背の高い系で、で木なんで上の方にね、上じゃない後ろか、後ろの方に据えていきたいですね。でちょっとこれは鉢が小さいので少し盛り土をして高さを上げた状態で、うん、どれくらいかな、はい、どうかな、いいかな。はい、はい、次ね、まあ、ほぼメインになるのかもしれないですけど、このダリアちゃんですね、ダリア、これはね少しだけ肩の部分を落とすだけで、あんまり根を傷めすぎるとちょっと傷みやすいのでね、ちょっと柔らかく優しくして
りない土を補充しながら、ここから先はね結構土の量が少なくなると、はい、じゃあねこれは前向いてた方がいいからね、今咲いてる花がこの辺にしてみましょうかな。どうかな、うん、いいかな、はい、いいですね。はい、次です。次ね、この千日紅行きたいんだけど、一気にこう まとめて入れようかなって思ったんだけど、ちょっとどぎついんで株これ分けられるっていうことで分けてみたいと思いますね。ここにね指を入れると簡単に分けられるんだね、こうやってで3つに分けられるんで3つに分けて使います。でまず背が一番高いのをここに入れようかな。はい、ここに入れてみます。で背が2番目に低くてちょっとこんもりしてるのをこちら側かな。少しこう入り乱れる感じにしてもいいですね、他の植物と、ね、混じり合う感じで。でちょっとこの最後の1個は最後までちょっと残しておきます。あのバランス取るために使いますね。で次はねこれいきましょうか。アスターね、どっちがいいかなって考えるんですけれども、後ろがチョコレートコスモスがまずあって、これがまずここに存在感があってっていう風になってるのでね、菊っぽい花のコスモスで、菊っぽい花のダリアで、菊っぽい花のアスターっていうので、こう三角形描いてやるといいと思うんで、この下のあたり不等辺三角形を描くというですね、上から見た時に。なのでこうしてしまうと一直線になっちゃうから、やっぱ違和感あるんですよね。ポンポンポンってなっちゃうから。じゃなくてここに置いてあげるということです。そう考えると少しこれこっちかな。こっちに寄せた方がいいのかもしれない。で今度はあれだね、だいぶ。この鉢に対しては株の余裕があるね。結構スカスカに植えたのにいいんだね、これ。ちょっと独り言言ってますけど、スカスカに植えるぐらいでもいいなっていうことが判明しました。はい、それはいいとして、でそういうわけでここですね、ここに植えてみます。どんどん根鉢崩さないで植えちゃえばいいんだね。こんな感じですよね。で、前の方までちょっといいかな。はい、こんな感じですね。で次はね、これいきましょうか。エンリーズだ。これをね、分かった。これがこっちの方がいいな。アスターが。で。ヘンリーズタをここにして、でこれがここだから OK です。じゃあヘンリーズタをまずじゃあここの横に行きます。わあ、また雨が強くなってきた。できるのかな、ちょっとやっちゃいます。ヘンリーズタをここですね、この横、ここかな。
エンリーグ、ちょっと待ってくださいね。この後ろに回そう。でここの前にこれを持ってきていて、あ、この方がいいですね。こういう具合にします。はい。んで、アジュがいいか。アジュガがちょうどこの前に来るような形で下を足元を締めます。アジュガをここで締めてね。ね。はい。アジュガね、かわいいね。で、最後これ入れるんだけど、その前にこの最後残した線日光をどこに入れようかな。この後ろに入れましょうか。ここから少し動きを出して、でそれで最後リシマキアミッドナイトさん、ミッドナイトさん、ちょっとこれ崩そうかな。こうやってね、平らにしてあげてみます。で平らにしてここに刺すと、はい、こんな感じかな。はい、そうしましたらあとはね、空いたスペースのところの隙間にこういった棒で土を差し込んでいくねっていうことをやります。でなんか流木みたいに使っちゃいますけど、なんでもいいです。菜箸とかね、これがねちゃんと差し込んでないと後々ね、生育が不良になる原因になりますんで、しっかりと差し込むようにして、ね、押し込んでくださいね。はい、土をね、入れ終わりました。これであと水をやって周りをきれいにしてね、完成としたいと思いますよ。あとね、言い忘れました。花柄とかね、枯れてるようなところは切っちゃってください。植え付けが終わりまして、水をたっぷりやりました。で水をやるとき、ね、特に、植え付け直後ですね、この時には本当にたくさんやってください。っていうのも、この容器ね、鉢かバケツだと思った時に、そのバケツをいっぱいにするぐらいっていうイメージでやると、やり残しがないと思います。何せ隙間が結構できている状態ですし、土自体が乾いているということもありますので、水を吸わせなきゃいけないんですね。だからたくさんやって、水が下鉢底の穴からジャージャー流れてきて、その水がさらにクリアになるまでやるっていうことを意識すると、しっかり水が回ります。しっかり水が回れば隙間がちゃんと埋まって、根も張りやすくなりますんでね。はい、そういったことをやると、植え付け後の生育が全然変わってくると思いますので、その辺気をつけていただければと思います。はい、いかがでしょうか。秋っぽい感じになりましたでしょうかね。アンティーク調で非常にどっしりとした重さのある、まさしくサソリ座のような寄せ植えになったんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、完全にこれは僕の趣味なんであれですけれども、皆さんも素敵な寄せ植え作られて楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、長く持ちますからね、寄せ植えって、とてもいいと思います。はい、ではまた次回ご覧いただきますよう、ありがとうございました。